はい、どうもこんにちは、ホテルズの鳥居圭介と吉田です。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、今回皆さん待ちに待った秋冬スリーコーデー、イエイ。はい、いいね。まあ、まず先行というか、はい、先に僕がやらせていただいて、うん、まあ、来週ぐらいにね、吉谷さんの番が回ってくるかと思うんですけど、はい、まあ、今回は3コーデね、めちゃくちゃ悩んで考えた、うん、俺。うわ、考えたんだ。考えたね。さすが。プロですね。うん、いや、プロっていうか、なんかやっぱりこの今スタイリストさんとかも YouTube やってて、うん、なんかスタイリングをさ YouTube で見せるってさ、結構俺の中で難易度高いなって思って。いやー、難しいよね。なんか言語化するの難しいじゃん、うん、言語化できないところもあるんですけど、うん、まあ、自分なりにね、うん、気に入ってる洋服たちを合わせて紹介しているので、うん、まあ、最後まで見ていただけたらなと思っております。はい、ということで、じゃあ一つ目のコーディネートから見てみてください。どうぞ。どうぞ。はい、ありがとうございます。いや、いいっすね。いい感じです。タイドアップいいね。タイドアップいいっしょ。うん、めっちゃいい。なんかね、最近ね、本当俺どんなもんスタイルでも毎日ほぼタイドアップしてますね。そうなんだ。してまして、してますね。してましてね。まあ、全然シャツの種類もないし、ネクタイも種類もないんで、まあ、今回のスリースタイルでは、まあ、ワンコーデにしようと思って、まあ、今回のワンルック目が、まあ、プラダの2年ぐらい前にね、友達とみんなで行ったアウトレットで買ったプラダに、ストリップスストアさんで買ったレスレストンとのコラボのシャツ、うん、でカイコのネクタイ、うん、パンツがロータのスラックス、チノスラックスみたいな感じで、靴がサンダースかな、すごいね、まあ、その感じで合わせたんですけど、まあ、なんかブランド合わせっていうのが僕の中ではやっぱり好きで、うん、オーラリーとオーラリーとオーラリーで合わせないとか、うん、まあ、サルバムとサルバムとサルバムで合わせないみたい な、 なんかそういうのが僕の中では結構なんかあって、うん、それだけで着ちゃった、うん、なんかもうそのおしゃれというより、まあ、なんかそのブランドのファンだなみたいな感じがあって、その自分ならではの着こなしではないんじゃないかなとかっていうのを僕はすごく思うんで、ブランドの合わせっていうのを結構僕は気にして、なるほどね、合わせることにしています。まあ、なんかそれこそ面白いなと思ったのは、まあ、ロータってさ、イタリアのパンツのブランドなんだけど、イタリアのパンツのブランドで日本のシャツメーカー合わすっていうのもなんかちょっと僕は面白いのかなと思って。確かに確かに。まあ、ってなったらさ、やっぱりまあイタリアって来たら、まあフランスとかさ、まあ、まあイタリアとかロンドンとかのさ、ちょっとまあ、ね、そうヨーロッパ系のシャツメーカーとかで合わせるところも、うん、まあ、レスレストンというまあ日本のね、すごいハイエンドな作りがうまい、うん、レスレストンでっていうので合わせだったりとか、まあ、そこになんかもうプラダも持ってっちゃおうみたいな、テイラードじゃなくてナイロンのブルドで合わせるけど、うん、でもしっかりネクタイも締めて、うん、でもいい、ね、っていうバランス感っていうのが僕の中ではいいかなみたいな。いいバランスだね。なんか綺麗綺麗綺麗で合わせるのも嫌だし、うん、汚い汚い汚いで合わせるのも嫌だ、うん、なんかそのバランス感っていうのが僕の多分一番好きな、うん、私僕の得意なスタイリングなのかなと思って、僕はそういう感じでスタイリングを組んでみました。ありがとうございます、うん、なんかすごいやっぱプラダのナイロンジャケット、うん、すげえ気に入ってるね。そうだね。うん、でも似合うもんね。2年間ずっと着てて、そうだよね、もう汚い。もう汚いんだ。ずっと汚い。いや、いいと思いますね。ですごいロータのパンツも綺麗だし、うん、でさっきケイスケ言った通り、やっぱその綺麗綺麗の中でそのプラダのナイロンジャケットっていうのがいい塩梅だなって思いますね。塩梅って言葉いただきました。ありがとうございます。塩梅っていい言葉だよね。いい言葉、何でも使えるからね。あるよね、マジで。いい塩梅だと思いました。いい塩梅ですよねって。ありがとうございます。ということで、じゃあ通行の夢を見てください。はい、どうぞ。
はい、という感じになっております、はい。まあ、まず商品の紹介からすると、うん、ストリップスストアさんで買ったフォレスティエルジャケットに、うん、インナーがルメールのファインリブタートル、はい、でパンツがオーラリーの去年のワイドの、ブルーフェイスのウールスラックスかな、ワイドのウールスラックスで、靴がアディダスのサンバっていう、はい、まあ、多分これも多分取り入らしいスタイルなのかなと思うんですけど、まあ、多分今あの通行で目でアウター着てるあのストリップスターンさんの作った服は多分前回、これの多分前回の動画で紹介してると思うんですけどね、まあ、久々にこんなに洋服で僕のテンションが上がったというか、伝わり方が難しいんだけど、その、まあ、もちろん服好きじゃん、うん、俺らって、うん、だからまあ常にさ、その普通の人よりはこのテンションを多分ずっと保ってんだけど、うん、もうこういっちゃったんだよね、斜め上行ったんだ、久々にもうバコーンって来てこれですってなっちゃって、今年とかもちょっとあんまりその高いお買い物するつもりなかったんだけど、買っちゃったアイテムなんですけど、まああれはシャツで合わせていうのが結構僕の中のスタイルだと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとタートルネックとかで合わせてスラックスで、うん、まあ、ベルトとかあれちょっと見えなかったけど、ちょっとイージーなベルト使ってて、で靴がサンバみたいな、靴がサンバ、そうそう、あれで革靴履いたら結構なんか紳士服屋さんっぽくなっちゃうけど、うん、そこでなんかちょっとサンバでバランス取るみたいな感じでも、まあ、なんかおしゃれにジョーダンとか履いててもかっこいいのかもしれないけど、どうなんだろうね、でも合いそうだけどね、うん、まあ、サンバもしくはなんか俺はコンバースぐらいちょっとシュッとした方がいいのかなとか思って、まあ、結構難しいんだけど、難しそうだね、確かに僕だったらレザーのシューズ持ってきちゃいそうだもんね、どうなの、まあ、綺麗に着る人はレザー着ちゃうよね、うん、でもあれをインナーをなんかさ、ちょっとタイトなさチビチビのスウェットとかで合わせてたりしても、カレッジはね、いいっすね、とかでも絶対かっこいいし、うん、なんかそこのスタイルはねまだちょっと僕もまだ完璧に掴みきれてないんで、うん、難しいよね、そう、あのフォレスティールジャケット着ながらどんどんなんかその自分の一番のかっこいいスタイル見つけていけたらなみたいなところはあるね、うん、なんかこう色のトーンがあっ てすごいいいですね、あ、ありがとう、まとまりがすごいあるっすね、黒白グレーだから、まあ、確かにちょっとまとまりはしやすいし、まあ言っちゃえばちょっと遊び聞いてないから、まあそれこそスカーフとか巻いたりしてもいいのかもしれなかったね、確かに確かに、でもやりすぎるってよくないから、ファッションってね足し算もいいけど時には引き算だぜっていうのもあるから、足し算引き算なんですね、いや難しいと思いますよ、難しいですね、うん、なんかさ、俺結構その足し算しすぎた結果主役がどこにあるか分かんないみたいなスタイルになっちゃうことよくあって、なんか最強の最強と最強で合わせすぎてみたいな、それこそまあ YouTube だと高橋ラムダさんは最強だ最強だ最強で、もうそれで最強になる人だけど、最強と最強ってなんか喧嘩し合って相乗効果じゃなくなっちゃう場合が多いから、それもスタイリストさんレベルとかじゃないと難しいんだけど、難しいよね、だから俺は最強と最強を足した結果よくわかんないになっちゃうスタイルが多いから、どっちかちょっとなんか主役を決めて、それこそ今回の3コーデはアウターを決めて、じゃあちょっと違ったインナーの着こなしなんだろう、で次パンツじゃあどう合わせよう、で最後にじゃあバランス取って靴選ぶみたいな、上から順に今回決めてたんですけど、なるほど、まあ、人によってね靴から選ぶって人もいるし、僕はなんかアウターっていうのが一番のなんかその今日着たいっていうさ主役の場面だと思うんで、まあアウター今日はプラダって決めたら、プラダにじゃあ合わせていい塩梅のあのインナーをね選んで、パンツ選んで靴選ぶっていう上から行くことが僕は多いです。なるほどね、もう主役を決めて補助をこうどん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 、だから主役決めるって場合で行くと、どっちかというとそのマイナス引き算の計算の方が多いんで、ね、多分確かに確かに、なるほどね、そうそうそう、ゼロから組み立てていくスタイリングってもうやっぱ足し算なんだけど、主役から決めてるからどっちかというともうちょっとマイナス引き算の計算で、ね、ここはこっちの方がいいんじゃないかなとか、難しいね、感じでも組める、まあ、難しいねスタイリングは、バチッとハマったら楽しいだろうしね、ありがとうございます、いえいえ、最近ね、ちょっと俺服の系統変わったじゃん、確かに昔ってどっちかというとプラダの着こなしもさ、言っちゃえば昔はスウェットパンツにスウェット着てプラダ着て、で足元の時は革靴にしたりとかっていうスタイリングが多かったんだけど、もうちょっと今綺麗に寄せてちょっとどっちか、遊びを聞かせるみたいな感じになってきたから、確かに
ちょっと着方が変わって、今の方が僕すごく鳥居さんのスタイル好きですって言われること多くなってきて、まあなんか前はみんな前のテンションだけど、今になるちょっと綺麗な服も着たいみたいなテンションの人も増えてきて、そのスタイルの僕の違いも気づいてくれるっていうのも嬉しいし、嬉しいですね、そうやってかっこいいですとか好きですって言ってくれる人が増えてきたなと思って、本当にありがたいです。ありがたいです、うん、ということで、じゃあ3つ目のスタイリングを見てみてください。どうぞ。もうヘドバンだったね。タイミングが悪すぎて、もう4回5回こうやって1回首振っちゃったんだけど、あの今回はまあちょっとなんかムード感のあるミリタリー合わせみたいなのがちょっと僕の中のテーマで、強そうだね。まあまあ確かに、まあその MA1 をまず主役に持ってきた時に、いつものスタイリングだとやっぱりちょっとシャツがまた多くなってきちゃってて、でシャツ MA1 って着たらちょっとつまんないなってことでニットを入れたんですよね。でニットを入れて、まあパンツデニムとかでちょっとカジュアルに持っていくのか、スラックスでまあちょっと際立てるように切れ目に履くのかと思った時に、ちょっといろいろクローゼットをのパンツ出してやってたら、あれベロアパンツよくないみたいな。なるほどね。そうベロアのちょっとイージーなね感じでリラックスな雰囲気あるけど、ちょっとミリタリー感っていうのもあって、まあこんなミリタリーの着方絶対しないでしょっていうスタイリングかな。確かに。でもパンツってさ、ベロアだからさ、ちょっと言っちゃえばジャージっぽくてさ、ニットも伸縮性あるし着やすいし、理にかなってはいるんだけど、ミリタリー好きはやんないよなっていうスタイリングなんだ。そうだね、確かに確かに。革靴パイソンだし、パイソンだしね。そこのバランスはちょっとなんか僕の中でも面白いバランスなのかなと思ってちょっと踏んでみたんですけど、どうですかね。おしゃれですね。さすが鳥居さんですよ。褒めてもらって、ね、いや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 、すごい。なんか確かに今言われて、確かにこうミリタリー好きの人とかだったら絶対そんなスタイリングしないのかなって想像つかないもんね。まあ、MA1 って言ったらまあやっぱ浜ちゃんがね出てきちゃうから、まあデニム合わせたりネイルシャツ合わせたりとか、やっぱアメカジのスタイルになりがちだけど、そこを日本のニットブランドのね、まあカサブランカっていう、僕結構これもねブランド合わせ結構完璧だなと思って。あ、そうなんだ。まあレプリカの MA1 にバトナーね、まあ、日本のニットにカサブランカのパンツっていう合わせ、だバトナーのニット着てカサブランカのパンツ履く人とかあんま俺いないと思う。確かにあんま見ないかもね。カサブランカ好きな人って多分どっちかというとグッチとかバレンシアガとか結構やっぱインポートを見る人多いと思うし、その中でなんかちょっと生地のいい日本のねバトナーに、でもアウターはなんかミリタリーのね、しかも偽物何回も面白いから確かにね。そうチラッと見えるこのオレンジだったりとかもなんかいいのかなと思ったスタイリングでした。黒の中に映えそうだしね、いいと思います。ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。いいどうでした、吉田さん、どれが好きでした？僕はちょっと僕本気で考えてみたんですけど、僕好きなのは2番目ですね。おお、2番目なんだ。2番目がなんかこう落ち着いてるんだけど、すごいこう上品なのもあって、で上品すぎず足元崩して、なんかすごいバランスがかっこいいなって思いました。ありがとうございます。すごい好きですね。真似したいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいね、そうやって言ってもらえると。視聴者の方どれが好きかね。そうだね、コメントとかで書いてくれたり、まあ、全部ダサいとか思う人はダサいって書いてもらっていいですけど、まあ、その人に写真も送っていただけるとお強気出たね冗談ですよ、まあ、全然洋服なんて人それぞれ趣味があるんで、僕もダサいと思う人もいればかっこいい人もいると思うんで、それはまあね、ぜひコメントとかでね、何番目が好きでしただと僕も嬉しいかなと思います。嬉しいね。じゃあという感じで今回終わりたいと思います、はい。まあ、今度ヨシアの来週にね、上がると思うので、ぜひそちらも見てみてください、はい。高評価とチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いいたします。ということでホテルズの鳥居圭介とヨシアでした。ありがとうございます。